日はようこそ日本科学未来館へお越しくださいました。そして今回未来設計会議として、会議を行っていきます。ちょっとご紹介いたします。今回の未来設計会議、実は日本科学未来館では、科学を世界、目で科学の目で世界を見つめて、未来は一体どうなるのか、どのような未来を作っていけばよいのかというのを考える活動を行っております。今回の新シリーズ未来設計会議では、皆さんお手元にありますワークシートがあるかと思います。こちらを、ご記入いただいたり、皆さんの活発なご意見から未来設計図を作る作業を行ってみたいと思っております。今回はその第2回、宇宙生命体の多様性というお話を、いただきまして、地球人としての生き方を考えてみたいと思っております。ちょっと大きなお題なんですけれども、皆さんと後半は活発な議論を交わして何か見えればなと思っております。ご挨拶が遅れました。私、科学コミュニケーターの竹下と申します。今回の司会進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。簡単に今回のイベントの流れをご案内いたします。会議の前半ではまず山岸明彦先生にお越しいただきまして、宇宙生命体の多様性と題して最新の情報をご提供いただきます。そして、皆さんが今まで見てきた、常識がですね、もしかしてガラッと変わるかもしれないと私たちは踏んでおりますが、はい、どのようなお話になるのかお楽しみにお待ちください。そして会議の後半ではその話をもとに私たちの未来はどのように作っていけばいいのかというのを、考えてみたいと思っております。皆さん一人一人がですね、ぜひこの会議の一員となりますので、ぜひ活発なご意見また記入の方をお願いいたします。お手元のワークシートをご覧いただきますと、このようなお題が書かれてあるかと思います。クエスチョン1、宇宙生命の中で地球人の持つ知性の高さというのは平均よりも上だと思いますか。上、下とあります。ぜひその下の枠にその理由もお書きいただきたいと枠を用意しております。そしてクエスチョン2では、宇宙生命体の多様性を知ることは将来人類が別の星の環境で生きることにつながると思いますか。思う、思わないとあります。そしてその理由もお願いいたします。そして最後クエスチョン3では、大きなお題となるんですが、今回の会議で地球人としての生き方の答えは見つかりましたかという質問を書いてあります。未来設計会議をこの3回シリーズの最後には私ども未来科の方で作成したいと思っておりますが、そちらを作るために皆さんが考える答えをお書きいただければと思っております。ちょっと大きなお題なんですけれども、皆さん個人個人で思うところを書いていただければと思っております。それではですね、本日の講師の先生をお呼びしたいと思います。東京薬科大学の山岸明彦先生です。皆さん拍手でお迎えいただければと思います。どうもこんにちは、山岸です。よろしくお願いします。じゃあもうお話始めちゃっていいんですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、本日はですね、先生にこの3つの観点、どんなところにいる、はい、2つ目にどんな仕組みを持っている、そして3つ目にどのようなに多様化したのかという3つの観点でお話をいただきます。宇宙生命の多様性というお題でお話をいただきます。宇宙生命体は、失礼しました。ではですね、ぜひ先生のお話をお願いしたいと思います。はい、それじゃ あの最初のスライドからいきたいと思います。でまずですね、生き物は、今日お話しするのはやっぱりちょっと注意して考えていかないといけないのはですね、想像するだけだといろんな可能性っていうのはあるんですね。それこそサイエンスフィクションですとか、たくさんのお話が、あるわけなんですけれども、ね、それを、もちろん非常に楽しんで、それはそれで僕も大好きなんですけれども、そうじゃなくって、やはり現実としてどれぐらい本当に可能性があるんだろうかと。でそれを考えないと、言ってみたらだけど違ったよねということになりかねないわけなんですね。でそれで真面目に考えるとどうだろうかということを、できる限り分かりやすくお話ししたいと思ってます。でまずこれは、座っていいんですか。じゃあ、はい、どんなところにいるか、もちろん地球上です。とりあえず
とりあえず地球上でどんなところまで生き物がいるだろうかということをまず見ていきたいと思います。それで、まあ、あんまり位相もないところでどこにいるだろうかという、まあ、いわばこういうのは生命の極限と言いますけれども、極限を探っていった時にどこまでいるだろうかというのを、まあ、まず見ていきます。でこれは南米のチリのアタカマ砂漠というところですけれども、まあ、砂漠っていうのはもちろん水はありません。でここは年間降水量と言いますけれども、1年間で降る水の量はゼロないし数ミリメートルということで、まあ、ほとんど水お湯、雨降らないわけですね。でそれからもう一つ、ここは標高が高いんで気圧が若干低めです。それから温度も低い。でそういった環境でいるかというと、もうただこういう話しちゃうと皆さん大体、あ、ここも同じところですね、いよいよ、まあ、厳しそうなところですけども、想像ついちゃうと思うんですけども、います、もちろん期待通り。それでこれは砂の中にいる微生物をですね、染色って言いますけれども、生き物とそれからそうじゃない砂粒と顕微鏡でパッと見たらですね、僕らでも見分けはっきり言ってつきません。形も大きさもまあ似たような形なん でだけどそれでいるかいないかちょっと、見分けないといけないと。じゃあどうするかという方法の一つですね、これはDNA があったらば緑色に光るよと、そういう色素です。皆さんが使っている染料と同じようなものなんですけれども、それを染めるときに DNA だけを染めるというようなものを使います。でそうするとここの緑に星のようにピカ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 と光ってるやつ、こいつはそうすると DNA を持っている。で、まあ、おそらく微生物だと、で、いうことが分かります。でしかもこれの数数えるわけですね、1個2個3個4個と、まあ、顕微鏡の下で数えていって、でそうすると例えば1グラム砂を取ってきたときに、10万個ぐらいいるということがまあ分かります。います。それからじゃあこういうところでじゃあ何が問題かと、我々が知っている生き物というのはだいたい水がないといけないものが多い。それからまあ非常に単純には我々水を飲まないと死んじゃいますし、植物も水がないと枯れちゃうんで、まあ、多分水は大変大切なんだろうということは分かります。でこれだけどなんで水がいるのかとですね、真面目に考えると意外と難しくって、でここでそれを丁寧に話し始めるともう1時間いるんで省略しますけれども、どうも大丈夫そうだなと。なのに砂漠でもいるということですよね。だからもちろん水はなきゃいけないんですけれども、ジャボジャボの水がある必要はないと。海みたいに水はなくてもいい。で細胞の中にはおそらく調べてませんけれども、多分水は入ってます。だけど外側にジャボジャボの水はなくてもいいということが、まあ、砂漠を調べると分かります。からもう一つ危ないのはですね、紫外線が危ないんですね。で、まあ、我々にとってもお肌にとっても紫外線というのはあんまり良くないというのは、なぜいけないかというと、これは DNA を切っちゃいます。あるいは切らないまでも DNA をちょっと変えちゃうんですね。でそれで危ない。でそれに対して、こういう砂漠にいるやつはですね、一番簡単な方法は非常に簡単です。潜ればよい。表面にいなければ大丈夫ですね。からもう一つはやはり多少紫外線に強いやつというのがいます。でそれは紫外線を浴びて DNA がちょっとダメージを食らった時にそれを治すことができる、そういう力をつけた連中がいます。それから、はい、次こんな調子だともうちょっと早く行った方がいいですか。大丈夫ですか。はい。それで、まあ、少し早めに行って、もし分かんなかったら質問をしてください。あるいは最後でも結構ですし、途中でも OK です。それで次、南極に生物はいるのか。でこれはですね、南極でこのピストンコアって言いますけれども、この氷か、まあ、雪、まだ雪ですけどね、ブスッと突き刺して、でもっと本格的な研究ではドリリングといって何キロメートルもの深い穴を開けてますけども、例えばカサッとこうやって氷表面の雪を取ってきたらですね、これもさっきと同じ方法です。で緑色に光ってるところが微生物で、これもやはりいる。これもやっぱり1グラム1ミリリットル 1cc ですねの水の中にやはり10万個ぐらい微生物います。でだから寒いところは全然問題ない。から氷で大部分の時に凍ってても少なくとも死にはしないと。ちょっと生きてるかどうかっていうのを調べるのはまた別の方法、そこで増えてるかどうかを調べるのはちょっとなかなか難しいんですけども、少なくとも死にはしない。でかつ生きてるということの証明で、例えばここからですね、培養という方法で何かその栄養の豊かなところに置いてあるとどんどん増え始めます。だから文句なく生きてます。
それでこの場合には低温とそれから凍結という2つの問題があって、低温そのものはですね、生き物にとっては大概の場合にはそんなに悪いことではありません。でまあ、もちろん種類によりましてどれぐらいまで低温に耐えられるかというのは違います。それから特に低温に適応したといいますけれども、低温がむしろ好きなやつもいます。で低温が好きなやつというのは低温の方がむしろ元気に生きられるような、仕組みを体の中に作っているわけですね。でその仕組みっていうのもだんだん分かってきていますけれども、それから もうちょっと深刻なのはですね、中がカリカリに凍っちゃうとやはり若干まずい。でこれも凍っていくことそのものはだけど実はあんまり大したことなくてですね、凍ってその中で氷の結晶ができちゃうのはまずいんですね。でこれ皆さん多分経験したことがあるのはあれです、マグロのお刺身です。で凍ってしまうのもですね、急速に凍結して中で結晶を作らなければ何の問題もありません。美味しく食べられます。だけどゆっくり凍らせて中で結晶ができちゃうとそれが細胞壊しちゃいますから、でそうすると食べても美味しくないし、で生き物にとっても嬉しくないと、死んじゃいます。ということで、凍結しないような方策っていうのを取る場合があります。それじゃあ海の底にいるのかということで、これはジャムステックの潜水艦、そこにもありましたね、あれで潜ってですね、でどういうところがあるかというと、これも実際のチムニーの標本もありました。ご覧になった方も多いと思いますけれども、熱水には深海底には、深海底どこにでも行けばあるというわけじゃないんですけれども、そういう熱水活動が盛んな場所に行くと300度のお湯が噴き出ているところがあります。で、もちろん圧力がかかっているので、300度になっても、沸騰しないと。でただ残念ながら微生物がいるのはこの300度の中にはいなくって、すぐそば100度とか、最高で今まで知られているのは120度ですねぐらいのところでは生き物は入られます。生きていられます、あるいは増えることができます。で例えばそういうところから潜水艦からマジックハンドで、ちょっとサンプリングをすると、水を取ってきて、サンプリングっていうのもですね、この3000メートルになりますとちょっと外行って取ってくるってわけにいかないんで、必ずそれなりの装置使って取ります。でこの場合にも装置を使って取ってきて、で生やすとですね、生えるわけなんですけど、微生物はいます。でじゃあそいつら何食べてるかということなんですけれども、もう一つ考えなくちゃいけないのは、生き物がいるためにはそこで死なないということが一つ、2番目にそこで増えられる、増殖できる。で増殖できるためには何がいるかっていうとですね、エネルギーがいるんだわけです。でエネルギーは我々も何か食べ物を食べてますね、当然。で食べなければ死んじゃいます。で植物の場合には光エネルギーで生育しています。で海の底行くとですね、食べ物があんまりおいしいものありません。上から沈んでくる間に大体のものはもう全部分解しちゃうんですね。でじゃあこういうところに生き物いるものが何食べてるかっていうと、我々食べてもちっともおいしくないどころか毒なんですけども、水素、それから硫化水素から二酸化炭素で、こういうのを食べてます。で、生き物の中にはこういうものを、例えば酸素と反応させて、でそうするとその時の化学反応でエネルギーを獲得することができる連中がいます。でそれがこういうところの、例えば先ほどの多分チムニーのかけらをですね、保存状態室温だからあんまり良くないんですけど、中をパリッと割って解析すると、なんと、10の9乗とかいうのはいくつになりますかね、10億ですか、10億匹ぐらいいます。1グラムの中に非常にたくさんいます。あるいは中にはそういうのを体の中で飼ってる、これは高等な生き物ですけど、チューブワームといわれるような生き物もいます。ですから深海にももちろんいると。でそこでは温度とか圧力も問題なんですけれども、エネルギーをどうやって得るのかということが重要で、そういう仕組みを持った連中がいるということになります。